計か。いつも数だけは揃えてきやがる。僕らをクワナさんとこに行かせたくないってこと？こっちの動きはお見通しってわけだ。もう人目があってもお構いなしって感じだな。何あそこ、ちょっとヤバくない？警察呼ぶ？カイトさん、あんま時間ないんだ。いつもより薪で頼むよ。おい、急いでんだとよ。ぼさっと突っ立ってねえで来いや。からでも来な。そこの4人、動くな。か
肝心な時いないで面倒な時に来るんだよな。あいつらも公安の差し金か。さあね、どの道構ってる暇はないんだけど。おい、大丈夫だ。そいつらは俺が知ってる。鍋さん。こっちは三越場の件で江原を調べられることになったぜ。お前らこんなところで何やってんだ。桑名がまずいことになってんです。警察にも応援頼めますか。まずいってなんだよ。下がっててください。こいつらは我々で取り調べます。それは後で。人が殺されるかもしれないんだ。黙れ。なあ、こいつらの身元は分かってんだ。ここは俺が補償するから。何すんだ。そっちこそ邪魔をするな。お前、所属と名前は。こっちはあんたよりずっと上の指示で動いてんだ。いいから引っ込んだろ。刑事が警官にわっぱかけられたらもう終わりだぞ。誰の指示がありゃ刑事殴れるんだ。なんか妙な雲行きじゃねえか。全員手を挙げて車の方向け。早くしろ。あれ、ヤガミさんじゃん。こんなとこで何やってんの。マツン、アカネ。おい、これだ。ちょっとなんだよ。いや、皆さん、警察が友達のスマホを奪おうとしてます。これって許されるんでしょうか。ナイス杉浦、車だ。オッケー。やめろ。誰か、おまわりさんが触ってくれ。やるじゃねえか、あいつら。行くよ。おい、おっと。テッソ。RK と警官以外は味方みてえだな。ああ。よし、クアナのとこに急いでくれ。了解、分かってますって。つくも、倉庫に着いた。そっちから見える。いいえ、見えますぞ、八神氏。こちらは RK がそこら中にいるという状況です。相馬は姿は確認できてません。桑名さんもまだです。そっか、倉庫に入っていった RK の人数はざっと100人ほど。 100？ とにかく倉庫が広いもので、その100人が河合の死体を探し回ってるようです。まだ運び出された様子はありません。スクモ君、車は倉庫のどこにつけたらいい？敵はもう皆さんに気づいて待ち構えています。どこから行ってもお出迎えは避けられません。ってことは正面から堂々と行けってことだ。始めようか。なんか前にもこのメンバーで似たようなことがあったんだ。血が騒ぎますね。生きてるって感じがしますよ。東さん、どんだけカムロ町で退屈してたの。行くぞ。I'm gonna-
からでも来な。Yeah.
見ろ、見張りは何してんだ。この人たちみんな勝手にここへ入り込んできてんだよね。手当たり次第ぶちまけてやがる。河合の死体を探し回ってたんだ。ああ、だがこの様子じゃまだ見つけちゃいねえようだな。死体も桑名のこともよ。よし、探し物は後だ。こいつらぶっ殺せ。これでしまいか。こっちはまだまだいけんぞ、おら。見たことない番号からだ。え？クワナだ。おいでなすったな。これで役者が揃った。あんたもここにいるんだな。今どういう状況だ。あんた何やろうとしてる。河合の死体を餌にずっと居場所のわからなかった相馬をここにおびき出したんだよ。奴も今この倉庫に来てる。じゃあお前、楠本玲子に電話したのも全部相馬を捕まえるためだったのか。ああ、捕まえてその顔を光にさらす。奴が好き勝手できんのも闇の中でだけだ。それを操る公安の黒幕も引きずり出してやる。そして二度と楠本さんに手出しさせない。あの人はあんたを裏切ったんだぞ。分かってる。でもいいから手貸せ。相馬をおびき出せるのはこの一回きりだ。俺一人じゃ相馬を殺せはしても生け捕りにはできない。手借りたかったんならそう言っとけや。敵を騙すにはまず味方からだね。それにお前らが来なくたってプラン B はあったさ。いいか、俺は地下倉庫の一番奥にいる。もう相馬も近くまで来てる。急いだ方がいいみたいだな。たく、100人に囲まれといてどんなプラン B があんだ。それはそれで見てみたかったかも。よし、行くか。下にも RK たちがいるんだろうね。だろうな。
あん？上の奴らは何やってんだ。おい、こいつらやっちまうぞ。おい、しばらく寝とけっての。よし、行くか。開かねえか。裏からつっかえ棒でもしてるのかもな。おい、どうすんだ。他に行けるところがないか探してみよう。なあみんな、お、何か行けそうな場所でも見つけたか。ああ、行けるかちょっと調べてくる。みんなは追っ手が降りてこないか見張っててくれ。分かった、後ろは任せとけ。慌てずに急げよ、タボ。これを何とかしないとな。ふん、よいしょと。よっしゃ、
来たな。さっさとクワナのとこまで行こうぜ。行くぞ。その扉から先へ行けそうだね。鍵がかかってるな。ピッキングで開けてみるよ。さすが八神さん。おい待てこら。たくどんだけ嫌がるんだよ。タモ杉浦、ここは俺と東で食い止める。お前たちは先へ行け。頼んだ東、怪盗さん。また荷物の山か。ま、八神さんと僕だったらなんとかなるか。よっ。この近くには RK はいないみたい。八神さんも進めそうな場所からついてきてよ。まだいるか。なんだ。おい、こらてめえ。Yeah!
八神さん、ちょっとこっちも忙しくなってきた。先行っててくれる？おい、大丈夫か？多分桑名さんよりはね。ほら行って、八神さん。くそ、すぐに追いついてこいよ。分かってますって。まだいるぞ。どうする？ターボー、追払いご苦労だったな。おかげでこんなの見つけたぜ。乗ってく。当然。
けたまでしやがって、ぶち殺してやる。いい加減にしろよ。よし、行くか。またエレベーター、多分これで一番下まで行けるんだ。クワナさんも相馬もそこにいるはずだよね。なあ、行こう。死体とクワナ一人だ。早く見つけてさっさと出ようぜ。埃っぽいんだよな。
本当にクワナもここですか。こんだけ探してんです。もう逃げたんじゃ。だとしても河合の死体はここだ。俺らが来るまで出てった車はないんだから。とにかく死体だ。クワナを後回しでもいい。相馬さん、ありました河合の河合の死体。ほらな、お前らやればできるんだよ。よう、どうなってる。お、俺が見つけたんです。今引きずり出そうとしてんですけど。苦しそうな顔してやがるね。よし、すぐに運び出すぞ。こいつはある筋に高く売れるんだ。みんなよくやった。クワナだ。隠れてやがったな。出てこいよ。俺らと交渉したかったんじゃねえのか。そんな銃撃たれちゃ交渉なんてできねえだろ。やっと見つけたぜ、ソーマ。なんだよ、ネズミは全部で何匹だ。まず一匹、一番しょぼいのか。言ってな、この一番しょぼいのは俺らが相手だ。誰がしょぼいって。邪魔すんな。おら、間に合ってくれたな、ヤガミ。これであんたの計画通りになったか。あとはそこの殺し屋を生け捕りにして吊るし上げたら完璧だ。俺を殺し屋だって。お前が言えた口かよ。何人殺してんだっけ。俺は元国語教師だ。口喧嘩なら相手が悪いぞ。そうか、やっぱりな。昔一番嫌いだったのが国語の専攻だ。そう、まあお前はこじらせ果てたクソ野郎だよ。潜入だかなんだか知らねえが、一線超えるのをへとも思ってねえ。潜入ってなんだ。仲間の前で人聞きが悪い。沢先生を死なせた。絶対に許せねえ。そういうのは自分が有利な時に言うもんだ。みんな遠慮すんなよ。本気出していいからな。オッケー、任せとけ。おーや、さっさと終わらせようか。